scored first pitch from Safeco. The Orioles and Mariners are next. バルチモアオリオールズ戦をお届けしていきたいと思います。でこのカードを聞いてピンときた方多くいると思うんですが、岩隈久志先日ですね、ノーヒットノーラン達成しましたね。今回は岩隈久志でノーヒットノーランにチャレンジという企画でお届けしていきたいと思います。実際にこのカードはですね、このゲーム上のカードですね、岩隈久志が先発した時と同じスタメンメンバー、マリナーズはもちろん、相手のオリオールズもその時のスタメンメンバーで、試合の方プレーを開始していきますので、ぜひぜひ皆さん最後までですね、岩隈久志のノーヒットノーラン達成できるように応援をよろしくお願いします。さあまず1番バッターマチャドですね。まあそういうわけなので試合を見せるというよりかはですね、もうひたすら投げて投げて投げまくってですね、ノーヒットノーランをいかに早く達成できるかという観点でゲームのプレーは進めていきます。2番バッターはパラ。ノーヒットノーランなのでフォアボールエラーは OK です。なのでまあ際どいところを投げて、まあ、内野ゴロで、仕留めていくと、まあ、理想で言うとやっぱり空振り三振がね、あるいは見逃し三振、まあいずれにしても三振ですね、三振が一番安心なんですけどね、際どいところを狙って投げていきたいと思います。さあこれはセカンドフライですね。はい、ここまでまだ打者2人ですけどね、やっぱりノーヒットノーランを意識して投げるとちょっと緊張しますね。まあ、本当のピッチャーがね、やっぱりノーヒットノーランとか完全試合とか意識するとダメだなんてよく言われますけどね、その気持ちがちょっとだけわかりますね。ノーヒットノーランはもう早くも意識しながらやってるんですけど、そうなると心なしか緊張します。さあこのシンカー、今のところに投げてる限りは打たれないでしょうというとこですね。さあ3番のジョーンズ、このボールで空振り三振取れなかったのはちょっと痛いですね。フルカウント、どんどん投げるボールがなくなっていきますけど、ここはスプリットで空振りを狙っていきましょう。これも当てられるか、そうなるともう本当に投げるところがないですね。ただここは一塁ゴロですね。ジョーンズに粘られましたが、1回の表、岩隈久志がノーヒットでまずはね3人で、切り抜けています。さあ4番のデイビスからですね。今のねボールがね審判手を上げてくれるようになるとだいぶ楽になるんですけどね、ピッチングが。今のスライダー、あそこに投げている限りは打たれてもファールでしょうと、それくらい際どいところです。そしてこのスプリットキレがあったんですね、振ってくれました。2球で追い込んでます。ごめんなさい、ワンボールツーストライクでしたね。さあ空振りが欲しい、いいですね、スプリットで空振り三振。デイビスはちょっとスプリット中心で攻めていきましょう。この後もパレです。いいですね、あそこに投げてる限りは大丈夫というところ。今のシンカーまで振ってくれるとすごく楽になるんですけど、さすがにそこまで虫は良くないですね。さあ最後は見逃し三振。
スコットでいいのかな、ちょっとよく聞き取れませんでしたけど、6番バッター、3ボール。ただ甘いところに投げるくらいだったらフォアボールでもいいというのがやっぱりノーヒットノーランのね、狙っていく上では出てきますよね。そうは言ってもフルカウントまでカウント戻しました。最後は空振り三振、いいですね。スリーボールから際どいところだけを攻めてなんとか切り抜けました。さあ3回の表、今のところね、審判球審手を挙げてほしい。今のスプリットはダメなボールです。本当に真ん中危ないボールですね。こういう当たり損ないも逆にちょっと怖かったりはするんですよね。内野安打っていう可能性ありますからね。やっぱり空振り三振、あるいは見逃し三振。おお、今のスプリットいいですね。で、岩隈肩温まってきてますね。早くもコントロールを決める黄色い線が太くなってますね。あと地味にですね、怖いのがセーフティーバントとか地味に怖いんですよね。さあここはサードゴロ。3回の裏、マリナーズの攻撃です。そして4回の表、ここまで打者一巡しましたが、岩隈依然ノーヒットピッチング。2巡目1番バッターマーチャードに帰ってきてます。ここから上位打線になりますからね、より際どいところを警戒しながら投げていきたいと思います。さあファーストゴロ、これで2番バッターパラですね。このパラ当てるのがやっぱりうまいイメージありますからね。際どいところ投げていきましょう。もうボール半個分ぐらい際どいところ投げていかないとね、ちょっと怖いですよね。うん、今のボールを振ってくれているとすごく楽になります。今のスプリットはちょっと甘いボールになりますね。だから両コーナー、あー当てられるか、空振り取ってくれるとすごく助かるんですけどね。パラやっぱり当ててきますね。警戒しながら投げていきましょう。審判手上がらないか。今のはスイングしてない？セーフか。ちょっとスプリットで空振り狙いに行きましょう。これはショートゴロ、打ち取りましたね。ちょっと球数使ってしまいましたが、岩隈パラを打ち取っています。そしてここからクリーンアップ。ちょっと球数がね、気になるところになってきてますね。なのでストライクゾーン、それでもやっぱり際どいところになるので早打ち側をしてくれると助かるんですけどね。いいボールです。これはどうだ。ファインプレー、ショートファインプレーですね。ナイスプレーです。ちょ
ちょっとねヒヤッとしましたけど、ショートがうまくさばいてくれました。さあマリナーズが先制点上げてくれてますね。デイビス、うおっとっとっと、どうだ、いいね、取るね、よし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 。今みたいにね1球でしかもファールで打ち取れるとすごくピッチングが楽になりますね。さあパレです。今の際どいところですけど取ってほしい。このパレですボール何も待ってるかですよね。今の感じだとスライダーは完全に頭になさそうだったので、スライダーで勝負しましょう。さあサードゴロですね。はい、5番パレデスも打ち取っています。2アウト。下位打線に入っていきますけど、まあ油断はできませんからね。より際どいところ投げていかないと怖いです。本当に危ないボールでしたね今ね。ちょっと今みたいな失投は避けていかないと本当に危ないです。さあ空振り三振。ここまで、バクマ完璧なピッチングです。岩隈ここまでパーフェクトですからね。ちょっと今のボールも甘いボールだったんで気をつけないと。ちょっとここらで一回遊びでカーブとかを投げておきましょう。そして緩急をつけてストレート、いいですね。見逃し三振、狙い通りです。今のボール、ストライクって言ってほしいボールなんだけどな。まあ外れているといえば外れてるんですけど。さあここはセカンドゴロ。そして9番、足が速いですからね。できればバットに当てられたくない。いいですよ。これで、6回終わって岩隈パーフェクト。さあ打者3巡目です。ここからもう1球1球ね、しびれるようなピッチングになっていきますね。ちょっと僕も本当に指先が緊張してますね。おお、岩隈よく取った。岩隈本当に今の打球よく反応してくれました。センター前に抜けててもおかしくない当たりでしたからね。そしてちょっと苦手意識のあるパラです。さあここなんとかこの上位打線7回一つの鬼門だと思ってます。これでフルカウントになりました。いやここはやっぱりもう落ちるボールで空振り狙いましょう。いいですね。ちょっと浮いちゃいましたけど、なんとか空振り三振取れましたね。そして、ジョーンズを迎えます。よし、ちょっとねコントロールが甘くなってきてるんですが、なんとかジョーンズは一塁ゴロです。
さあ岩隈、ここまでパーフェクト8回の表まで来ました。4番のデイビスです。今のボールはストライクと言ってくれないですね。このスプリットは空振りが取れました。このスライダーも空振り。そしたらもう本当に際どいところにね、ストレート投げていきたいと思います。いいですね、空振り三振。なんかちょっと会場も球場もかな、ちょっとざわついてきてますね。今の判定にブーイング起きてますね。そして今の際どいスプリットを球審カウント取りました。岩隈も当然ノーヒットノーランね、もうこの辺りから意識してたと思うんですけどね。これはねやっぱりしびれますね。なんといってもさあフルカウントになりました。ここはもうフォアボールでもいいので際どいところ投げていきましょう。ああ振ってくれた、これはありがたい。さあここで、100球目になります。確かね岩隈は118球でノーヒットノーラン達成したと思います。ちょっと焦らずにここはね際どいところ際どいところで勝負していきたいと思います。ボール球を振ってくれるっていうのがねやっぱ一番ありがたいですからね。いいですね、見逃し三振。さあ岩隈本当にここに来て期待できますね。さあ岩隈パーフェクトまであと3人。さあパーフェクトなるか岩隈。空振り取りましたね。2&2まで来ました。もう際どいところを投げていきましょう。これは追いつかないかな。だー追いつかないね。ちょっと力が入ってしまいましたか。今のストレートは当てられてます。際どいところスプリットで勝負しましょう。なあこれで、パーフェクトはなくなってしまいました。ノーアウトランナー一塁で、このねランナーが出るとゲージが速くなるのでねコントロールつけるのが難しくなるっていうのがあるんですね。緊張感がありますね、僕もやっぱりここまで来ると。さあここは空振り三振、あと2人です。ちょっとこのバッターはねゲッツーは期待できないバッターですからね、確実に三振を取りに行くというのをやっていきたいと思います。ちょっと今ヒヤッとしましたね。いいですね、空振り。さああと1人まで来ました。1番のマチャドを打ち取ればノーヒットノーラン達成。
ちょっとね力入ってきましたね、本当にストライクが入らない岩隈。さあスプリット打ち取れるか、打ち取れない。これでフルカウントになりました。だー、これフォアボールですね。ただもうあと1人まで来てますからね。パラは当ててきますからね。本当にもう内野の間抜かれないようにだけ気をつけないといけないですね。さあ追い込みました。さあこれで空振り三振です。岩隈ノーヒットノーラン達成。いやー、ありがとうございます。あー、岩隈のこのガッツポーズね、岩隈のガッツポーズ、これはね素晴らしいですね。岩隈ノーヒットノーラン本当に、おめでとうございますということでね、今回、ノーヒットノーラン企画をお届け、見事達成することができました。このゲームもね、この結果岩隈、見てくれるってことはないとは思うんですけども、岩隈のノーヒットノーランを、パワちゃんもお祝いしたいと思います。本当に岩隈選手おめでとうございました。というわけでですね、今回お届けした MLB ザショー2015の岩隈久志先発戦いかがでしたでしょうか。なんとかねノーヒットノーラン見事に達成することができましたし、最後、実際の岩隈がやったであろうガッツポーズ見ることができてね、本当に良かったと思います。いや本当にね良かったですね、岩隈のノーヒットノーラン。最後はその岩隈の投球を見ながら、お別れしたいと思います。本当に最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。今回はここまで。Just about do it for us to step.